チャオ、あちゃんです。昨日ね、ライブ終わって速攻寝落ちしちゃいました。はい、お風呂入れませんでした。ということでね、朝ごはん食べてから、ちょっとね、朝風呂に入りたいと思います。土曜日やし、ええやんね。はい、ということでね、すっきりね、お風呂入っての前にね、腹ごしらえちゃんとね、お風呂の中でね、体力尽きて溺れたあかんから、朝ごはん食べてからお風呂入ります。はい。髪の毛もね、ぐちゃぐちゃなんで、昨日汗かいたからね。ってことで、まあ、そんなこと喋ったら、最近ご飯作ります。はい。はい、パン。ね、今日はね、ポーチにします。こう。また説明しておきましょう。パンにね、こう、水平。これぐらいね、水平にね、こう刺して、ブチ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 ってゆっくりゆっくりこう動かしていくの。なら耳が硬いからね、耳をね、まずこう切れたらね。と、中はね、もう力いらへんの。動かすだけで勝手に入っていくから、で水平に動かしとったら、外に出てくることがないでね。こんな感じに切って。いきます。これ焼いてないから切りにくいけど、焼いたらすごいまだ切りやすいの。周りが表面硬くなるから切りやすいからね。でポーチにして、中にね、昨日のサラダ、アボカドのサラダの、サラダ部分を、サラダ部分にマヨ、マヨネーズが足りねえんだよって言うのね。はい、何でも好きやからな。ついついっていうか、好きで言ってしまいます。はい、マヨついたサラダを入れます。入れる時とかにね、こう引っ張ったら破れんねん、焼いてないとね、気をつけてください。これも野菜サンドでね、十分美味しいねんけども、やねん。の上にね、いや、そうだよな、アボカド、野菜もちょっとのしとこうかな。おまけ、はい、でも仕方ないもんね。チーズ乗せて、で、イタリアンハーブをちょっと振りかけて、でオーブントースターで焼いていきます。はい、焼けました。今日はね、アボカドと野菜の、ポーチドピザートースト勝手な名前つけるんだって。はい、何でもいいね。では食べたいと思います。このパリパリの皮のところが美味しそう。ね、野菜も分かるもん。口に入ってんか、普通のトースト、ピザトースト。アボカドのとこめっちゃ美味しい。もし、イカルがちょっと欲しかったんで、あげてみます。野菜とか食べへんねん。こうやって食べるかな。メガネ、今日はそんな赤くないでしょ。赤くはないねんけどね、痒いな、痒いね。でちょっとマシはマシやけどね、いつもより今日は。なんでか知らんけど。
多分ね、アレルギーの薬もね、飲むごとに効いてくるんかな、分からんけど、どう？欲しい？欲しいって。うん、中湯はめっちゃ食べてる。さっき食べたのに。軽くはね、最近ね、自分のパンを自分で作るのがマイブームやねんけど、学校行くときはね、学校行かんないし眠いからね、作ってって言って作るんだけど、今日は、ね、休みでしょ、土曜日で。だから自分で作ったの。もうビールやん。もうビールやん。もうビールやん。うん。そうや、人間モビールって危ない、怖いやん、こんなの。足をな、ちょっとでもふらつけ、ふらつかせたらあかん状態。うん。食べるの？やれちゃうかも、一個。いや、でもアボカドもないわ。あげるわ。アボカドがね。だからあげときましょう。じゃあ、なんとかなります。アボカドうまい。アボカドおいしいやろ？また買ってくる。あ、じゃああんねん。あと二つあるわ。また作ってあげるわ。昨日の晩ご飯何食べたやろ？アボカドのあれやで。あ、そっか、昨日喉に箱で詰まって食べへんなんか。ちょっとね、ほとんど食べて物足らんねんけどもね。まあなんとか、なります。朝からピザ。朝からピザ系のパンを食べるのがちょっと3日やへんけど、まあいいわ。今日はね、土曜日で、まあ、明快さまと思った。今ね、9時6分やね。あっちゃんね、あれ見て、ひよこ見て、え？ひよこ見てちょっとダラダラしてたら、もう9時になってしまったよ。45分無駄に過ごした。何してたんやろ。二度寝。と、外のね、バジルさんに水あげて、って感じやねんけどね、ミントさんがね、どうもね、育ちが悪いね、ミントさんってすごい生命力強いね、で育つはずやのに、育ちがすごい悪くってね、水に差しとった、差し干したやつがみんなね、ダメになっちゃって、目がつかへんかったね、目ネデルつくつかったのに、ね、ちょっとね、がっかりして、あ、そうやん、動画、あっちゃんガーデンの動画出さながらね、出すね、ちょっと待ってね。で、バジルさんと、ミントさんなんだけど、ミントさんはね、で、ある程度ちょっと元気そうな枝だけを株分けしてみてんけど、それがダメやんな。だから今まあね、メインの木みたいになったところがあるけど、上こんな伸びてんねん。だから嫌やねんけど、だから伸びたらこの上から出そうやから。で、もうどうしようかな。で、途中で切って、また枯れちゃったら嫌やしな、思って悩んでんねん。で、バジルさんはね、一回しなっとなっててんけど、水あげて表に本出したったら結構元気になったからね、そろそろ植え替えてあげようかな。元気ない時植え替えてあんまよろしくないって聞いたから、だから、そろそろ元気になってきたしね、植え替えてあげようかな、ね。風吹いてさ、ベランダからポテンって下落ちたんよ。まあ外じゃなく、内側落ちたからよかったんけど、あれなくなってると思ったらさ、倒れとんね。外風強かったんね。昨日ね、だから今朝も水あげて、でそんなことしてたからね、今に至ってんけど、で光はね、今日朝早起きてね、なんかね6時ぐらいに起きたらしいので、7時前にパン食べたよって言ったから、多分お腹減ったんやろうね。でまあね、ちょっとお腹が減ったけど、まあ朝ね、
いっぱい食べることじゃなく、ちょっとでもいいからこう胃に入れるっていうのが大事で、ここでもう一枚パン焼くとね、またあのオーバーしてしまう、また食べ過ぎてしまう気がするからね。だからで、昨日はデトックスウォーターの中身を変えへんかったから、あれがないねんね、なんだヨーグルトに入れるデトックスウォーターの残り野菜がないねんね。だから、ヨーグルトも別に食べんくってもいいしなと思ってね。まあ、どうしようかな。でもヨーグルト食べといた方があれやね、花粉症とかの予防になるしね、食べとこうかね。でちょっと取ってきます。はい、よいしょ。カットする。はい、リンゴのヨーグルト、リンゴダイスカットしてきたんで、ヨーグルトに混ぜてみたんで食べてみたいと思います。うん、美味しい。これはデトックスウォーターで出たリンゴじゃないからね、味が濃いわ。うん、美味しい。今日はね、ジャスコ、トップバリューかのヨーグルトやけど、おいしい。完食しました。おいしいね。コーヒーってね、なんていうのかな、コーヒー風飲料とかはダメ、ね、で、コーヒーに、お砂糖入れたりとか、コーヒーフレッシュ入れたりとかはダメやで。コーヒーフレッシュもね、マーガリンと一緒みたいな要素が入ってるから、ダメ。でね、あっちゃんは使わへんだけど、あんまりね、仕方ない時は使うけど、出してもらった時とか。だけどやっぱりね、コーヒーにはミルクか生クリームとかを入れるのね。で、で甘い系入れたかったら、なんだ、コンデンスミルクとか、コンデンスミルクもよくないけどね、でもフレッシュよりマシやってほしい。で、蜂蜜とか、どうしても砂糖入れるんやったら、サウンドとかで甘みまして。で、でもこれ、ドリップコーヒーの水出しコーヒーに、ミルク入れてるだけだけど、なんかこういう系のコーヒーがね、体に優しいしね。でコーヒーって利尿作用あるし、胃にも、胃にね、悪いっていう人と胃にいいっていう人がいる。どっちがほんまか分からへんねんけど、でももともとコーヒーって胃薬として使われてたっていうからね、あっちゃんはいいと思って、だからドクターストップ何回も食らったん。胃が悪くて、お医者さんにコーヒーダメだよって言われて、で、コーヒーを止めて様子見てって言われて、様子止めてみたけども、胃が治らへんかった、ストレスとかで。で逆にドクターストップかかった時にコーヒー飲んでそんなら胃の痛いのも治ったしね。だからあっちゃんはコーヒーは薬やと思って飲んでるから全然大丈夫だと思います。まあみんなはね、自己判断でして飲んでくださいね。ほんまコーヒーだけじゃなくね、食べ物もそうやしね、いろんなもん合う合わへんあると思うねん。だからデトックスウォーターにしてもね、いろんな、なんていうのかな、健康法とかあるけど、ああいうのって人がいいよって言って勧められてしても合う人は合わへん人あると思うねん。だからあっちゃんはデトックスウォーターはあったんやと思うねん。だからね、1日1回改便やし。でやっぱね、アレルギーもね、今の時期ね、確かにひどいね、ひどいけども、
去年のこと考えると、去年もっとね鼻がね詰まって苦しかったんよ。で目もねもうボロボロにかゆかってん。そう思ったらねちょっとマシなのかもわからへんしね、そこわからへん。でもお肌のスベスベ感は今年はね今までにない感じぐらいスベスベしてるような気はする。うん。であとね確かにね眠かったり疲れたりとかっていうのあると思うね。で薬のね副作用、プレマリンの副作用はね、もうまあ1ヶ月ちょい続けてるから副作用もマシにはなってくるとは思うねんけども、薬変えた後すごいね副作用きつかったのがねかなりマシになってるのはような気はする。で眠いのは一緒やね、変われへんねん。いつもやっぱりもう最近よう眠いねん。でも最近眠いっていうのは体が眠りを欲してるんやと思うね。逆に言ったら眠れへん周期に入ったら全然寝られへんね。夜中3時4時になってもね、なんかもう目が冴えて眠れないやるってなんだけど、うん、それがなくなって、逆に言ったらもう眠くて眠くてたまらないぐらい眠いっていうのはね、体のね毒素が出てすごくこう眠れるようになってんのかもわからへんかもやで。だからあっちゃんはデトックスウォーターあったんちゃうかなと思うね。だから教えてもらって、嬉しい、よかったなと思って。知らんかったからね、デトックスウォーター流行ってんのも結構ね流行りとかそういうのをこう調べたり、自分から調べてこう取り入れたりするんじゃなくね、自分がこう気づいたりとか自分が面白いと思ってやることがあってね、それが流行りに乗っかってたりすることっていうのがあったりするんだけども、ね、そんなんで今回ねデトックスウォーターはね教えてくれたりね、心配までしてくれてありがとうやねんけどもね、あっちゃんも会ってるしね、教えてもらって感謝してます。はい。でそれもね、あっちゃんその体にいいことを続けてるとねいいってみんなよく言うねんけど、そうじゃなくね、体にいいことをもうずっとやってたら体がね順応性があるからね、慣れてしもて効果が薄れてくるってあちゃんは思うねん。でも昔からそうやねん、あちゃんいろんなことやっていてずっと続けたら薄れてくるから途中でね違うことをするやめたり変えたりする、うん、で長く続けていく。今だからやめるんじゃなく休んで、でまたちょっと経ってからまた再開してみたいなことやって、違うことしてってやることでやっぱりまた効果っていうのは出てくるというか上がると、あっちゃん思ってんねんね。だからあっちゃんそのと当分ではないけどちょっとだけまたデトックスウォーターやめて、今度はこう、数日後コントレックスをやってもうそろそろ送ってくると思うねなんかね注文が多くて発送に時間かかりますって書いてある。だからもう注文してね3日4日経つね。で出荷は、4日前後にで出荷しますって書いてあったからね、そろそろ来ると思うね。もう今3日4日経つとか4日ぐらい経つのかな、ぐらいか経つから注文してやんね実は。で他のものも注文したからそろそろね今日ぐらいね何本かまた届くと思うね。また紹介もしていって、でコントレックスはデトックスウォーターが14日終わったその後からやろうと思ってるんで、うん、でまたねそんな感じで、で体重をね測っとくの忘れたからね、ちょっと体重も測りながら、いろいろやっていきたいと思います。はい。でちょっとね、体重増えちゃったんよね。だからね今37ちょいぐらい、で日によって38やる時もあったりするしねそうかもと36ぐらいの日もあるしね。なんかあっちゃんの体重ってねなんか 2,3 キロぐらいねこう変動があるのよいつも、うん、だからどれが今の状態なのかはちょっと読めてなかったりするんだけどね。だからまた体重も測りながらやっていきたいと思います。はい。でね、他にもまあ体にいいこととかいろいろと取り入れたりとかねやっていきたいと思います。でこの前あっちゃんがやったファイトケミカルのスープ、あれねあっちゃんちょっとね今や作って満足しちゃってやってない、ね、でわけじゃないね、うん、デトックスウォーターの効果をね調べたというか何だったから休んでね、でまたデトックスウォーターを終えてファイトケミカルもやろうかなと。でもコントレックスやるんやったらまたファイトケミカルやっちゃうとあれやしなと思ってね。でファイトケミカルね、あっちゃんあれお野菜フレッシュのやつ使ったけど、ヘタとか
切った先っちょ、人参なんかだったら先っちょとお尻のところと両方切って捨てたりとか、大根なんかでもさ、先っちょとかちょっと捨てたりとか、皮とか剥いたやつとか捨てたりするから、それをね、なんていうのかな、ジップロックに入れて取っとくねん。冷蔵庫入れて、傷んじゃうからね。で、ジップロックに入れて取っといて、ある程度こう、手に漏れるぐらいまで溜まってきたら、それをぶち込んで煮出すの。20分ぐらい。圧力鍋やったら3分から5分で、煮出して。で、煮出したやつの、ザルでこして、お野菜捨てちゃう。で、スープだけを飲んでも、それもファイトケミカルになるんで、そのスープをベースにお料理作ってもらえたら、うまみも出てるしね、野菜の甘み、うまみが出てるし、栄養も出てるんで、ファイトケミカルになるんでね、またそれもやってみてください。もったいないんでね。でも、たまらへんやんか。たまらへんときは、野菜普通に切って、この前のね、みたいに作ってくれたら大丈夫なんで、うん、それもね、いいのはいいと思います。はい。で、それで、ダイエットできたって書いてくれてたしね、うん、あちゃんがね、こう説明っていうか紹介したんで、ね、効果出たよって言ってもらえたら嬉しいしね、うん、だから、お野菜やからね、体に良くないわけがないとあちゃん思うね。はい。またよかったらやってみてください。うん、ね、またね、次はね、あちゃん自分でやって何回かね、なんだ、ファイトケミカルスープっていう名前は知らんかったけど、みきちゃんがね、あっちゃんにいつも野菜スープ作ってくれたのがファイトケミカルスープやからね、うん、ってことは気づいたから。ってことは、それを何回か飲んだことがあるから、結構何度も飲んでる。で、みきちゃんはああいうベーススープを作ってくれてたからね。うん、だから、体に良かったことをしてくれててんなって思って、うん。だからそういうのをね、また、あっちゃん知ってることを紹介するんで、で、また知らんことを教えてくれたら、あっちゃんもそれ試してみて、レポートしてみたいと思います。またね、みんなで作り上げるあっちゃんねるっていうのもね、やってください。教えてくれたらまたやってみたいと思います。ただ、あっちゃん忘れるんで、忘れてたら何回も言ってください。はい。やらなあかんな、やりたいなっていうことあっても忘れちゃうんでね。で、また違うことを紹介したりとか、まだいらんことしてしまうんで。うん、だから、まあ、いろいろ面白いことが出していきましょう。はい。それが、これからのあっちゃんねるであるようにって感じでね、やっていきたいと思います。はい。では、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。あっちゃんね、ほとんどね、ヒカルに食べられたけどもね。まあまあまあ、いいです。今日はね。そんなにお腹も減って、朝からはね、まあまあ、ちょっと食べたらそれで満足。で、お昼もそこそこ食べて、夜はね、がっつり食べてしまわないように気をつけながら、はい、ね、楽しく過ごしたいと思います。で、今日は土曜日、9月の2日土曜日、土日はね、またね、上の子の友達が来る、また土日ちょっとね、ベータテストがあんねんね、プレイフォーのゲームのベータテスト。それを、ね、上の子の友達も一緒になってやるんで、また遊びに行くと思います。はい。もう土日はね、もう受験生も土日遊べって言ったらね、もう気分転換したらいいわって、もう特にね、押し詰まってくると、あっちゃんもね、ね、あっちゃん受験だけじゃなくね、整備士の免許取った時もやし、ね、で他のね、いろんなね、工業的な資格とか見れるやんか、あんなんとか取る時とかね、あとはいろんな勉強する時、車関係ってね、日々進化するから、日々勉強やねん、電気とか電子工学とか、うん、そこのところの勉強もね、たまにそういう自動車工学みたいな本買ってきたりして勉強するんだけど、そればっかりやってたらね、飽きたりとか頭に入らへんねん。だったらメリハリつけて、土日は思いっきり忘れて遊ぶっていうことで頭に入りやすいからね、まあそういう感じでね、子供ちゃんも、まあ、あっちゃんちも子供はそういうふうに教えてる。でもそのね、子供ちゃんにそんなこと教えて、お母ちゃんとかお父ちゃん怒られたらあかんからね、そこまでは言わへんけども、賛同してくれる人は、あっちゃんに賛同してくれてるしね。まあ、お母さんとかと話せる、ママ友とかで、まあ、学校とか、ね、普段あったりして話して、うちはこんなのしてんねん、言ったら、それいいですね、うちも取り入れますってみんな言ってくれんねん。だから、ね、勉強せばっかり言うと、やっぱり自分のことに置き換えたら分かると思うけど、ってそうよね、つって、うん。だからそんな感じで、土日はね、遊ばしてあげたい。ね、一応時間切ったり、で、だらだらと遊ぶのはやめなさいって言ってやんねん。だからさ、土日とか遊びに来るときも、教科書を見てちょっと勉強して、普通、言ったら遊びながらの間にちょっと勉強したりしてんね。やっぱり中学校もね、もうそろそろ受験が近づいてったらみんなね、やっぱり、考えてんねんなと思って。で、
誰からともなくね、ちょっとだけ勉強しようかみたいになって勉強するんです。おお、偉い偉いと思って、じゃあおやつでも出してあげようか、ポップコーン作ってあげたりとかね、うん、なことしたりしてんね。で、ある時はね、ポテチとかも出してあげるんで、やっぱ体とか考えね、考えると、オーガニックっていうの、あの天然のね、あのポップコーンの元からね、天然っておかしいな、うん、ポップコーンの元からね、こう いるやつとかね、うん、とかね、出してあげた。前ね、かぼちゃの種を行って、あの寮の友達に出してあげて、なら、一人の子は美味しい。うわ、これ変わってるとか、食べかぼちゃの種食べられるんですかみたいになって食べてたけど、一人の子はまずって言うとあ、まずいやろ今の子供食べたら。でもね、美味しい言うて、これ変わってるとかで食べてる子もいてたしね、うん、結構まあね、最近ね、かぼちゃの種行って食べさせる親御さんとか少なくなってると思うよね、うん、もう昭和というか、もうあの戦後かみたいになってる戦後か戦前かみたいになってるけど、うん、まあ、戦前のおやつやでっつって笑いながら出したりね、ガッチャンのね、おじいちゃんとかが食べてたようなおやつやでみたいな話で出してたりね、へーって食べたりするね、まあ、そんなふうにね、あの友達のおやつもね、そんなん出したりとか、そうか思ったらね、ホットケーキ焼いてあげたりとかね、ガトーショコラ焼いてあげたりとか、そんなこともしたりする時もあるしね、うん、またこんな感じで、今日もどうせ昼から来るでしょう、はい、はい、ということでね、朝からちょっとね、動画撮ったりしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日は、9月の2日、3日、日曜日になるのかな、この動画があるのね。あっちゃん2日やけどね。はい。ということで、ね、3日、日曜日。今度ね、夏も終わって、そろそろ外も涼しくなって、昨日ライブでね、もう20何度とかで寒いって言ってて、うん、涼しいを通り越して寒いって言ってたからね、体調気をつけてください。あっちゃんも今もう鼻水がすごい、やばいぐらい出てきてね、これ、花粉なんか、急に気温が変わってね、風邪ひいたんかもわからない。だから今日はね、昨日夜ね、ライブの時暑かったのに、今日朝はね、バジルの水揚げの外出たら涼しい。だからもう窓開けてんだけど、花粉が辛いわ。ということで鼻出そうだね。もう鼻噛むのはあれやからね、もうこれで動画締めたいと思います。今日も、この後また動画出すんで、よろしくお願いします。ね、まあ土日ちょっとね、動画の本数を減らそうとは思うんだけどね。うん、まあ、チャンネルよかったら見てください。いっぱい見てください。では、またね、バイバイ。時間があればライブします。